極寒のカナダにて、クライド・コンプトンさんが、雪吹雪の中、ミルクを運ぶトラックを運転していました。すると、奇妙な黒い何かが、雪の中にうずもれているのに気がつきました。クライドさんは、最初は黒い服か何かと思った、と話しました。しかし、もう一度よく見てみると、すぐに違うと分かったそうです。なんとそれは、雪の中でお互いの体を寄せ合っていた、3匹の小さな黒い子猫だったのです。周囲に人間の足跡も子猫たちの足跡も一切なく、おそらく道路から放り投げられたと思われました。トラックに乗っていたからこそ気づけた。新鮮な雪が30センチほども積もった道路を通る他の人たちは、おそらく子猫に気がつくことができなかっただろう。と話すクライドさん。クライドさんはすぐさま子猫たちを抱きかかえて、19キロ先の自宅に連れて帰りました。クライドさんのお宅には、すでにもともと保護された2匹の猫と、2匹の犬を飼っていたため、地元のレスキュー団体に連絡を入れました。そしてレスキュー団体は、子猫たちの治療や、シェルターへの移動などの調整を引き受けたのです。レスキュー団体のボランティアスタッフのタニアさんは、子猫たちは雪や氷に覆われ、生きようと必死にお互いの体を寄せ合っていました。車から放り投げられたであろうと考えられ、あまりの残酷さに胸が痛みます。と子猫たちの発見当時の様子を話してくれました。ですが無事に危機を乗り越えた3匹は、新しい名前をもらい、新しい人生をスタートさせました。短毛の男の子はフラーリー、長毛の女の子はシガー、そして短毛の女の子はストーミーと名付けられました。3匹とも完全に回復するのに、まだ時間がかかりそうです。体重も標準より軽く、シガーは呼吸器感染の治療中です。大変な思いをした子猫たちですが、生後10週間の彼らは皆、驚くほど人懐っこく、遊びが大好きだそうです。子猫たちが完全に回復したら、3匹にぴったりの、里親を募集する予定だそうです。もしあの時、子猫たちを見つけなかったら、3匹の小さな命は助からなかったことでしょう。とクライドさんは話しました。九死に一生を得て本当に良かったですね。ご視聴いただき誠にありがとうございました。ご感想など、お気軽にコメントください。チャンネル登録をお願いします。